皆さんこんにちは。昨日でですね、第3回 WBSC、プレミア12、終わりましたね。決勝戦、台湾との試合になりましたけれども、これまで負け知らずの日本がですね、この台湾戦はですね、打てませんでした。まあ、こういうことがあるのが、やはり国際試合、短期決戦の怖さと言っていいところだと思うんですね。台湾はですね、23日先発する予定だった林育敏投手ですね。これをですね、罰金31万円を払って、それで昨日のゲームに合わせたというね、ことが一つありました。もうそれは何でかっていうと、もう決勝に出るのは、その23日勝たなくてもいけるというのが決まったということでですね、あえてその23日を避けて24日に持ってきたというね、この辺もまあ当たったなという気がしますね。そして、オリックス西武ですかで頑張ってた張役、彼もですね3イニングきっちり投げましたね。やっぱこういうふうに、本当にこの1試合っていうゲームになるとですね、まあ強いチームが必ず勝つかというとそうはいかない。その中でよくね、ここまで、国際大会日本はですね27試合連続で勝ってきたな、そちらの方がすごいなと思いましたね。やはりある程度その力の差、そういうのもあったと思いますけれども、それだけではこの27はもう連勝はできない。やはり、微妙な差で勝ったゲームもいくつもあった、そういうことで連勝が続いてたと思うんですが、昨日は台湾の優秀なピッチャーに、きっちりとやられたなというゲームになりましたね。4安打しか打てなかったということでした。まあ、このゲームをですね、僕見てまして、2001年台湾で行われましたワールドカップ、僕はあのバッティングコーチという形で、参加させていただいておりました。16チーム参加、それを8チームに分けてですね、 A グループ、B グループ、総当たりの試合っていうね、これは面白かったですね。ですから A グループは7ゲーム、そして B グループも7ゲームをして、それで、上位4チームずつが決勝戦に残っていくというね。でそこからはですね、トーナメント形式で行うということで、まあ、日本優勝を目指してたんですが、あの時はですね、決勝ラウンド最初勝てましたけれども、準決勝でまずキューバに敗れましたね。そして一つ負けたことで決勝に出られず、そして3位決定戦、これが台湾だったんですよね。台湾も決勝ラウンドアメリカに敗れてですね、決勝戦には行けなかったんですが、3位決定戦で、日本にこれ勝つんですよね。日本がまた3対0で負けた、よく似た展開だなと思いまして、思い出しました。あの時の台湾のピッチャーチャン・ズージャ、後にですね西武ライオンズで活躍したピッチャーですよね。そのチャン・ズージャにやられた。そしてチン・キンポというね、4番バッターにホームランを2本打たれたというね、3対0負けというゲームがありまして、これとよく似た展開だなっていう気がしました。そのワールドカップにですね参加してた日本人選手の中にですね、今ジャパンの監督をしています井端もいたんですよね。はい、荒木がちょっと、肩か肘かどちらかが悪いということで、代わりで井端がジャパンのメンバーに入ってきたというね、そういう因縁めいたものがありますよね。あの時はですね、まだプロアマが一緒になって1チームを作るというような感じで、全員プロではなかったんですけれども、アマチュアも入っておりました。その中に、安倍晋之助、これが、ジャイアンツに入って1年のシーズン終わった秋でしたね。そして井口もいましたし、高橋由伸もいました、後藤武俊、東出、ピッチャーでいうとですね、高校生で1人寺原が入ってまして、これも一つ話題になりましたね。あとは立山翔平とか、藤井秀吾、安藤優也、久保優也、こういうようなピッチャー陣もいてですね、まあ、それなりに、メンバーはいたんですが、それでもやはり、このゲームっていうことになるとやっぱりこう勝てない時もあるというね、そういうものが短期決戦の怖さというふうに言っていいんだと思います。まあ、でもね、決勝戦までずっと勝ち続けてきた日本、やはりこれはもう素晴らしい戦いをしたなと思いますね。最後の決勝戦では打てませんでしたけれども、よく頑張ったなと思います。特に打線、シーズン中はですね、なかなか点が取れないゲームが多かった中で、この国際試合ではですね、決勝戦を除いて、思った以上に点を取って、勝ってきたというね、この辺も面白かったなと思いますね。そういうことをちょっと思い出した昨日のゲームでした。
はい、台湾チームね優勝、これは本当におめでとうございます。台湾としてはですね非常に嬉しい優勝ではないかなと思いますね。これでまたもっともっと野球熱が高くなってもらえればいいなと思いますね。台湾だけではなくてですね、韓国も中国もフィリピンもオーストラリアもこの辺りがねみんな本当にどん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 野球の熱を高めていってもらって野球界を盛り上げてくれれば嬉しいな、そういうことを思いながら見ておりました。日本に勝ってほしい、そういう気持ちも強いんですけれども、でも他の国が勝ってそこがまた盛り上がる、そういうものもですね、いいことかなというふうに思って見ておりました。さあ、今日はその国際試合ではなくてですね、今日は一つ、阪神の外野陣にちょっと照準を合わせて、見ていこうかなと思います。ここからは阪神ファンの人たち中心に、まあ、多分ご覧いただければというところですけれども、まあ、森下、この侍ジャパンで全9試合4番打ちましたね。これは自信になったんではないでしょうかね。まあ、大山がまだどうなるかわからないっていう状況の中で森下がジャパンの4番を全てのゲームで任されたっていうね、これは非常にいい経験ができたと思います。その中で結果も出ましたのでね、来シーズンの森下また楽しみになってきたなという気がします。さあ改めてですね、タイガースの外野陣見たんですが、まあ、近本森下そして前川右京、まあ、この3人が今のところベスト3ということだと思いますね。外国人がいないという前提で考えればですね、今のタイガースの外野陣この3人しか本当にレギュラーはいないぞ、あと4番手っていうと誰になるのかなっていうのでですね今日見てみました。まあゲーム数で見るとですね、島田海里ですよね、今シーズンは62ゲーム出ました。80打数22安打、2割7分5厘、出塁率も3割6分3厘ですから、去年の打てなかった島田海里からするとですね、かなり復活してきたな、そういうような印象を持ちましたね。本当に足も速いし、彼の場合はやっぱり一軍になくてはならない選手だなというのを今シーズン見せてくれましたね。あとはですねちょっと寂しいんですよね。名前はね、いろいろ出ます。井上康太、小野寺段、野口、豊田、いつぼ、ね、この辺りが多分候補になるんでしょうが、井上にしても23ゲームしか出てません。52の11、3本塁打、2割1分2厘。小野寺は25ゲームで1割4分8厘。野口、26ゲームで1割8分9厘。豊田、11ゲームで2割1分1厘。いつぼはまだ1軍出場ないと。いうことですよね。まあ、こうやって見ると近本森下はもう本当レギュラーとして、しっかりとした成績を残してます。まあ、我々がやってた頃はですね、外野手でレギュラーを取るためにはですね、やっぱり20本以上のホームラン、あるいは3割を超える打率、こういうものをクリアしないとや見られなかったような気がしてたんですが、まあ、今この20本3割っていうのはちょっと壁が高すぎるな、そういう気がしてですね、今は15本以上かな、それか2割8分以上の打率、これを残すっていうことをやっぱり前提にこう考えていけばどうかなというふうに思うんですよね。そうやって考えると近本の場合はですね、2割8分5厘、これクリアしてますね。160本ヒット打ってますからね。そして出塁率が3割6分5厘、これ3割5分を超える出塁率っていうのはですね、これは大したものなんで、この3割6分5厘は素晴らしいですね。そして森下の場合は打率は2割7分5厘、ちょっと8分には足らないんですけれども、ホームラン16本、これでねやっぱりレギュラーだなというのを感じさせます。そして出塁率も近本と変わりません。3割6分3厘ありましたね。島田海里が3割6分3厘ありますから、この辺も、まあ、しっかり残したなという気がしますね。3つのポジションの、まあ、レフトですね、レフトのレギュラーに一番近い選手は前川右京だと思いますけれども、しっかり数字を見てみますとですね、116ゲーム出ましたね。そして、打率が2割6分9厘、ホームラン4本、42打点、出塁率が3割4分3厘、まあ、打率の割にはですね、この出塁率が高いということは、選球眼、
このあたりはしっかりしてるなっていうのを感じるわけですね。低めの見極め非常に良かったと思いますね。だけど、確固たるレギュラーかっていうとそこまでの数字が出てないということなんですね。これをやはり、来シーズン、前川がどれぐらいの数字に上げていってくれるのか、こういうのも楽しみなわけですが、それだけでは困る。やっぱり4番手5番手この辺もですね、レベルの高い外野陣が欲しいわけですよね。今言った井上、小野寺、野口、豊田、島田、いつもこの辺りから誰がそのレギュラー陣を脅かす存在になっていくのかということなんです。そしてつい先日 DeNA を自由契約になりました、楠本大志、選手29歳ですね。2017年のドラフト8位で DeNA に入った選手、まあ、彼とはですね、僕もちょっとこう入った年のキャンプから見てまして、いい選手が入ってきたな、そういうふうに見てた選手なんですよね。この年のドラフト1位が東克樹ですね。そして2位が上里だったんです。そして6位に寺田光輝選手、寺田君もね、この YouTube には出てもらいました。もう選手は諦めて、また医者を目指して勉強しますということでね、やってまだ今もやってるんだと思いますね。でその年の最下位ドラフト8位で入ってきたのは楠本大志選手。もう7シーズン終わりました。一番良かった年が2022年ですかね。94ゲーム出て282打数71安打2割5分2厘出塁率が3割6分2厘ですから、やっぱり選球眼いいんだなっていうのを感じさせますよね。打率よりも1割以上出塁率が高いっていうことはね。でその前の年も2割5分4厘なんですけれども、出塁率は3割6分8にあったというね、この辺は素晴らしい。23年24年この辺りからちょっと落ちてくるわけですね。23年は94ゲーム出て157打数30安打、ゲームにはよく出してもらってはいたんだけれども1割9分1厘そして、出塁率も2割8分7厘下がりました。そして今年はですね、18ゲームしか出してもらえなかった、29打数の5安打、1割7分2厘出塁率も2割7厘、まあ、今シーズンのこの、29打数なんていうね、少ない打数はもうこれ合ってないような数字ですから、あんまり気にしないでいいと思いますけれども、やはり、DeNA の外野陣の中でやっぱり楠本という選手の出番がこの2年でこう減っていってるというところで、まあ自由契約ということになったわけですが、まあ、僕はあの1年目、楠本選手を見たときにですね、ドラフト2位の上里選手よりもですね、いいスイングしてる、まあ、これいいスイングしてるな、まあ、本人にももう今君のスイング見て直すところはないよっていう話をしたことがありますね。そういう直すところがないバッターっていうのはですね、これはもう本当はもうその年からですね、結果を残してもらわないと困るんですよね。ですから、まあ、1軍に出てどれぐらいの数字を残すのかな、ちょっと気にしてた選手だったわけです。その1年目がですね、56ゲームに出ました。1年目の56ゲームは優秀ですけれども、73打数15安打ホームラン0、打率が2割5厘出塁率も2割4分7厘ということで、やっぱりこのプロのレベルのピッチャーと対戦した時になかなか形が良くてもですね、結果として出せなかったっていうのが1年目だったと思うんですよね。2年目も3年目も打率はやっぱり同じような打率で、4年目5年目で2割5分台に乗せるというね、ことができたわけですが、あのいい形で振ってるバッターでもこんだけしか打率残さないのかなっていうのがね、僕の偽らざる感想なんですよね。そのキャンプ以降ですね、そんなに僕はじっくり見てるわけじゃないんで、もしかするとフォームを崩してるということも考えられますよね。だけどセンスのあるバッターだなっていうのは僕の中には残ってるわけですね。でその選手がですね、今度タイガースに入ってきます。彼がですね、今言った4番手5番手まあ3番手でもいいですね、そのレギュラー陣を脅かす、存在になってくれるのかどうか、ね、これは一つ大きな楽しみなんですよね。
タイガースに来ればですね、またじっくりと彼とも話すことがあると思いますので、なんでこんなに数字が出なかったのっていうのをですね、本人の口から聞きたいなと思うんですね。あの形でこんだけの低い打率は僕の中では考えられない。よっぽどプロのピッチャーの球を速く感じてるのか、狙い球の絞り方、そういうものがですね下手なのかね、まあ、そういうものもあると思いますけれども、まあ、あのフォームであればですね、まあ、2割7、8分は打てそうな、そういうスイングをしてましたので、まあ、じっくりと彼とは話をしてみたいなと思います。まあ、こうやって、タイガースの場合はですね、外野陣の顔ぶれを見るとやはりどうしてもこれは外国人の力が必要だな、来シーズンは外国人外野手、これが入ってくれないとこれ困るぞっていうような、そういう今のところ数字ですよね。この日本人だけに託すというほどの厚みっていうものはないので、やはり外国人の外野手、これが最低一人は必要だな、そういうふうに感じながら見ておりました。大山選手がまだね、この先どういうふうなところで落ち着くのか、これがまだはっきり見えておりませんから何とも言えませんけれども、もし大山選手がタイガースから抜けるということになると、これはですねやはり野手陣頑張らないと他球団の上に立つというのがですね難しくなっていくなという気がします。まあ、今日は外野陣だけをですねちょっと意識して見てきましたけれども、こうやって改めてタイガースの外野手の顔ぶれを見たときに、そんなに分厚い外野陣ではないな、どんぐりの背比べと言ってもいいような数字がずらっと出てるっていう気がしますよね。こういう選手たちがこのオフ3ヶ月の間にですねどれぐらい伸びていくのか、そしてキャンプに向けてですねそのオフに頑張ったものをですね見せていけるのかね、そういうものを見るのがまたキャンプでの楽しみということになります。大きなチャンスが今外野手争いの中にはあるよ、そういうものをですね今日ちょっとこう数字を見ながら感じました。外野手の皆さん、ちょっと頑張れば一軍で、ね、ずっと使ってもらえる選手になりますので、そこへ到達するまでは大変ですけれども頑張ってもらいたいな、そういうふうに思います。楠本選手、どれぐらいタイガースに来てですねまた彼の良さが出るのか、これも楽しみにしたいなと思います。今日はこんなところです。